はい、こんにちは、ハッピーパパです。ですね、今回はこちらの、ディーゼルをディーゼル列車ですね、こちらの方、まあ私はディーゼル列車なんですが、こちらの方に特典としてついてきたレッド列車レインボーバージョンを今回は紹介していきたいと思います。こちらの方なんですが、まあ、本当にディーゼル列車のですね、段ボール箱の中に、上にポスって感じで、このまま袋で乗ってきた感じでしたが、まあ、開けていきます。はい。本当に、箱とかではなくて、まあ、特に箱には入っていらず、おらず、こちらの方の袋に入ってました。では、開けまーす。じゃ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 ん。わー、綺麗ですね。わー、本当に綺麗だ。赤、ピンク、黄色、緑になって、青になって、紫。1、2、3、4、5、6、1、1、2、3、4、5、6、7、7色ですね。7色になっております。赤、灯、黄、緑、青、ランシっていう感じですかね。はい。まあ、7色になってます。それ以上にちょっとあるような気もしますが。はい。ということで、こちらの方が、レッド列車の、レインボーバージョン。ディーゼル列車、または、ディーゼル王に、特典としてついてくる、限定非売品の特急列車になります。で、こちらの方は、見た目、こちらのレッド列車をクリアバージョンにして、そして7色にしたような感じではあるんですが、何がちょっと違うのかを今から確認していきたいと思います。まあ外観としては今見ていただいてるんですけど、ほぼ一緒かなと。クリアパーツが使われているというところが一番違うかなと思いますね。この穴の部分もやっぱクリアパーツで、また色の方がすごく鮮やかになっているので、ネジの部分があまり目立たないという印象はあります。あと横のところですね、こちらがテレビくんの本物付録ですね、4月号の、ついてきたレッド列車なんですけど、まあ、こんな感じでラインが入ってませんね、ここの白の部分。ここの上の部分も入っておりません。入っているのは、ここ、前の部分。ほんと、一番先頭の部分だけで、後のところにラインはですね、入っておりません。で、あとは、造形、形としては、本当に、こういう風なところも大体一緒ですね。一緒で、本当にクリアになっているという感じで、中もちょっと本当に覗けるような、ちょっとスケスケですね。うん。で、あとは気になるところはここなんですよね。下から見た時なんですけど、まあ、レッド列車は通常のレッド列車、これは特急に付属されているレッド列車も含めてなんですけど、爪の部分の形がですね、このまま3つ一緒なんですよ。なんですけど、こちらちょっと違うんですよ。ということは、もちろんやっぱ音声は違うってことですよね。はい。で、こちらの方の音声もちょっと確認していきましょう。ということで、この特急チェンジャーを使って、こちらのレッド列車、レインボーバージョン確認していきましょう。はい。じゃあ、まずちょっともう、下ろしまして、まずは、特急チェンジャーは3つのボタンありますけど、変身と乗り換えと、あと列車召喚ですね。まあ、一つずつ確認していってみましょう。まず、変身。レインボー。入れてみまーす。どんななるんだろう。よいしょ。はい、ガシャになったので、これで、踏切を下ろせば、まもなく特別編成列車が参ります。
おお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 レッド列車レムバージョン、これ使われるのかな、ひょっとしたらテレビで使われるのかな。まあちょっと謎を残しますね。特急王の1号、あの1から5の特急列車、そして、6から8カーキャリア、タンク、あ、タンクキャカー、うん、違うか、タンクカーキャリア、ディーゼルの3両か。で、まあ、それが合体するっていうことを言ってましたね。そうなんだ。まあ、ちょっと謎を残してはおりますが、次のやつ行ってみましょう。乗り換えをしますので、こちらの方、まず、レッド列車使います。はい、まず変身して、で、乗り換えてみましょう。変身解除いたします。お急ぎの方は乗り換えください。乗り換えます。はい、乗り換えますね。よいしょ。まもなく特別編成列車が参ります。あー、ということは、なるほど。ということはです。で、途中でカメラが切れてしまったんですけど、まあ、こちらの方の列車召喚もおそらく同じことだと思うんですよね。合体しちゃいましたね。じゃあちょっとまあ最後なんですけど、このボタンを何も押さずに入れた場合もやっぱり同じですね。あれ？あれ？言わなかったですね。もう一回ちょっと言います。来るアナウンスだけでした。あははは。ということは、まあ、この3つのボタンは全て一緒で、唯一、この、下ろした時だけですね。乗せて、ボタン何も押さずに乗せて、この踏切を下ろした時だけは、列車名、名乗りはなし、ということになるわけですね。ということで、こちらの方のですね、レッド列車のレインボーバージョンの方を紹介させていただいているところなんですが、まあ、特急チェンジャーの方で、3つのボタンを押しても、音声は同じ。で、ただ、ボタンを押さずに踏切だけを下ろした時は、列車の名乗りはなし、というふうな、現象が起きる。今日はカメラの調子が悪いです。ところどころほんと止まります。ということで、レッド列車、レインボーバージョン、まあ、ディーゼル列車、ディーゼル王の方にですね、特典としてついている、こちらの方のレインボーバージョンのレッド列車なんですが、まあ、音声確認の方をさせていただいたのと、こちらの方、まあ、音声を確認してて思ったことは、ディーゼル列車と特急王が合体して超特急になるんですけど、まあ、超特急になるために使う道具になるのかな？まさかっていう感じであるんですけど、テレビ版で出てくるのか、それとも今回の特典だけのために作られたものなのか、
そこがちょっと謎が残るところですが、ということで、ディーゼル列車ディーゼル王のですね、特典としてついてくるレッド列車レインボーバージョンを今回紹介させていただきました。今後こちらの方が出てくるのかが期待大です。以上です。